久保君とは、日本の文部官僚。文部科学省スポーツ、青少年局長などを歴任した。2016年4月より、学校法人、直美学園理事長兼直美学園大学学長。滋賀県大津市に小学校の教師の家庭に生まれる。滋賀県立ゼゼ高等学校を経て、京都大学法学部を卒業する。1980年文部省に入省する。 2015年7月28日、文部科学省は、久保スポーツ、青少年局長が辞任し、公認に高橋道和内閣、官房教育再生実行会議担当室長を任命する人事を発表した。スポーツ、青少年局は、東京オリンピックの国立競技場建設を管轄しており、建設計画の白紙撤回に伴い、事実上の更迭と観測されている。 新霞ヶ関人脈厚労省の栄畑審議官は、彦根東出身、滋賀県、現代ビジネス。2015年7月29日閲覧。教育学術新聞、教育学術オンライン線、谷文科事務次官が、就任文科省幹部人事発令。教育学術新聞、教育学術オンライン。2015年7月29日閲覧。 国立教育政策研究所第27回教育研究公開シンポジウム学士家庭教育の構成と体系化国立教育政策研究所2015年7月29日閲覧文科省時間に森口氏日本経済新聞2015年7月29日閲覧取締役候補者の選任に関するお知らせ コナミホールディングス株式会社 www.conami.com 2020年6月9日閲覧全国高等学校 e スポーツ連盟発足 e スポーツの教育的価値啓発を目指すマイナビニュース2020年6月9日閲覧新国立競技場担当局長が辞職事実上の公鉄事務次官も退任産経ニュース 2015年7月29日閲覧、ありがとうございます。